皆さんこんにちは。今回は、ビューティーコリアさんからピックアップさせていただいた韓国コスメをご紹介していこうと思います。よろしければぜひ最後までご覧ください。今回は商品は一つしかないんですけれども、色展開があるので、その色味ですとかを見ていこうかなと思っています。で、今回紹介するアイテムなんですけれども、こちらのですね、はい、クリオのマッドマットリップスをご紹介していこうと思います。以前からリクエストもいただいていて、で、私自身もすごく気になっていました。で、今回は、ティントタイプもあるんですけれども、リップ、口紅のタイプ で、しかも最近パッケージですとかリニューアルされて、で、色味も新しく新色も加わっているので、多分25色ぐらいありますかね。すごくね、色展開の多い口紅になります。で、その中から、私がまあちょっと好きな色味とかを中心に6色選んでみました。ではまず、9番の、こちらのメローローズというカラーから見ていこうと思います。で、以前までこのリップは黒いパッケージになっていたんですけれども、今回リニューアルしたことによって、それぞれのこの口紅の色、本体の色を、パッケージに表現しているのと、で、質感もすごくね、こうマットというか、不思議な感覚なんですけれども、 3CE のパッケージと質感が似ているかなっていうイメージがあります。で、開けるとこんな感じで、で、口紅はこうパスッとこう切られている感じになっていますね。ではまず1色目のこの色なんですけれども、はい、こんな感じです。こう塗る時の今テクスチャーなんですけれども、あまりこう滑りはやっぱり良くない感じですね。どうしてもマットっていうところで、で、潤いも、全然こうないって言ったらちょっと語弊があるかもしれないんですけれども、見た目、塗り心地ともに、マットな、こうパサッとした感じが正直あるかなと思います。もしかしたら唇だと、もう少し温度とか、その関係でもう少し塗り心地は良くなるのかもしれないですけれども、どうだろう、正直 3CE のマットリップの方が塗り心地はいいかもしれないですね。で、香りは、こちらもバニラっぽい感じの甘い香りがします。色に関しては、すごく使いやすい、コーラルっていう感じですね。かなりくすんだ色合いになっています。2色目はこちらの10番のクリムゾンローズというカラーです。で、塗ってみると、はい、こんな感じです。ちょっと最初なので、はい。こんな感じの色です。これもすごくね、使いやすそうな、私すごく好きな、くすんだローズのカラーになっています。さっきよりも、ちょっと塗る場所によってかもしれないですが、これも結構スルスルっと、塗れましたね。3色目はこちらの12番の、パーキーローズというカラーです。こちらの色は、こんな感じです。これは結構想像と違う感じですね。結構色味はこう派手というか、少し蛍光色にも見えるような感じで、かなり明るい鮮やかな発色になっています。ピンクなんですけど、結構オレンジっぽいというか、なかなか派手な色だと思います。そして3色目、こちらの19番のコーラルソウルというカラーです。はい、こちらもこんな感じで、意外と色づきはこう薄いんですけれども、透け感があるって言った方がいいんですかね。先ほどの色合いの系統と似ていますけれども、またなんだろう、オレンジ味が強いんですかね。これも結構明るめの派手なカラーだと思います。秋冬にはちょっと使えないですかね。この色とこの色はちょっと秋冬というよりは春夏向けのカラーかなと思います。そして、5色目ですねが20番の、ピンキズムというカラーです。はい、こんな感じですね。これはすごく可愛いピンクなんですけれども、
少しローズがかったような感じにも見えるので、この色はすごくね、私は好きですね。ただちょっとイエローベースの人の肌にはちょっと合いづらいかもしれないです。そして最後、6色目はこちらの22番のピンクハッシュというカラーです。こちらは、はい、こんな感じで結構これも、少し青みが入ったようなビビッドなピンクカラーになっています。かなりパキッとした色合いになっていますね。改めてこの6色を見てみると、系統的には私レッドとかオレンジを普段選ばないので、今回の6色もほとんどローズ系とかピンク系ばかりで選んでいるので、かなりこう似たような雰囲気にはなるんですけれども、画面で見ているこうスウォッチに比べると実際に見た色合いは思っているよりも鮮やかな感じで、発色がしっかりしているなという印象です。色展開がこんなに多いのに、ちゃんとそれぞれのカラーをこうしっかり確立されているっていう感じもすごいなと思います。その分自分がつけたらどうなるかなっていう想像も難しいでしょうし、実際に使ってみてわかることもあるので、選ぶのが本当に大変なんじゃないかなと思います。私の感想としてはこの6色とも全部すごく好きな感じで、一本も使えないっていう色はないですね。6色とも全部普段のメイクに十分取り入れていこうと思える色になっていましたので、それは良かったかなと思います。それと、肝心な塗り心地なんですけれども、意外と唇に使った時はこう手の甲よりもやっぱり唇の方がこう皮膚感が柔らかいので、このリップ自体もこうクリーミーにこうスルッと塗れる感じがあったので、印象はより良くなりました。ただその分ですね、こうマットな質感っていうのは意外と思っていたよりもこうなくって、ベルベットリップに近いかなっていう仕上がりに思いました。本当にマットなリップだと結構唇にこうピタッとフィットして、そこからこう動かないイメージがあるんですけれども、これはちょっとクリーミーな感じが若干あるので、フィット感というところではちょっと物足りないかなっていうのが正直な印象です。こちらのシリーズは、ティントもあるので、機会があればティントの方も、何色かちょっと見てみたいかなと少し興味が湧いています。色展開がね、すごく多いので、本当に自分の求めている色、お気に入りの色が、誰でも見つかるんじゃないかなっていう、そういうところはすごくね、いいなと思いますので、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。